ストラ。いった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 。待って。あれ降りてこないんじゃないか。俺降りてこないパターンやね、確かに、ね。あ止まった。ああやっちゃったなこれ。まあ謎のテクノロジーであそこの塔も浮いてるから、まあまあ。そうですね。浮くこともあるんだけども。ねえ、これひどいな。これひどいですね。荒ぶられましたな。こういうことがありますからね、本当に。怖い。怖いですよ、怖いな。貼り付けにされてる空中に。あ、ここに亀はいますけどね。亀いますね。こちら、はいはい、やっちまいますか。はいはいはい、頭を突き刺す。頭をね、狙ってて柔らかい部分をね。あー、さすがですね。肉狩りは、あ、よろしく頼みます。私はもう攻撃専門ですからね。はい、また救援物資があの奥に降りてきてる。お、何色ですかね。白だね。白だ、ね。何でもかんでもそんな。適当にかけてくる。よし。いや、家戻ろう。行きましょう。この前でも恐竜に追いかけられて誰かが家に入った時に家を壊されかけたんです。私がね、私がトリケラトプスに追いかけられて。帰ってきて、みんなが入ったらガス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 なんやって。トリケラトプスの執念半端ないですからね。そうなの。あれはやばい。めっちゃ追いかけられますからね。そうなんだ。もうやるしかないよね。じゃあそう、もうやるかやられるかのサバイバルの世界ですよ、本当に。食ってる様を凝視しとこう。カリコリカリコリ食べちゃう。あ、堀の深い顔だな。愛嬌あるね。私だんだんね、そのなんかバランスがね、いい感じに見えてくる。どのバランスですか。なんていうか、こう肩幅からの顔の小ささに愛嬌をね感じるようになってきた。いや、ワンピースの波ぐらいくびれてますからね。そうだね。そう、頑張ったよ。ワンピースのキャラに出てきそうだね。波はこんな太もも太くないからね。そうだね。さあ行きますか。日が明けてきたんで、パラシュートの方できました、はい、パラシュートをねセットしておきますよ。セット、ね、私ミスしないようにしたいと思いますね。みんな成功しないといけないですからね、これやばいな。そうね、高さがあるから成功はするんじゃないかな。あとはその後何もとちらないようにですね。そう、何も押さないでとりあえずあのマップを頼りにまず飛ぶ方向を決めましょうね。はい、了解で、あのケイブの方に、あの洞窟の方に飛んでいくと。はい、これショートカットになるんじゃないでしょうか。いい感じですね。やっぱね、いくら旅とはいえショートカットできるところはやっときたいですからね。やっとかないとね。人ん家から入ってね、人ん家にね侵入してそこから飛んでいくと、はい、いやいや、この時代にね土地の所有権を主張するのはもうあの契約書ではないです、力なんでね。間違いないですね。もう、うん、拳で語るしかないですから。そう。ね、ここ。いや、まあ足滑らしたらその瞬間パラシュート開けば大丈夫です。そうですね。あ、ただまあ離れ離れになっちゃいますけどね。ああ、そうだね。よし、この一番上のあの別荘から行きましょうか。了解です。うん。さっき死にましたからね、あそこから。あそこからは若干2名転落死した。覗いてたら。僕なんてパソコンフリーズしましたからね、これでね。そうだね、いろんな意味で落ちてる。確かに魔の一角ですからね。これは怖いね。このねカクカクがね止まった時にね気づいたらもう崖の寸前まで行ってる時あるんだよね。恐怖しかないですよ。うん、怖い怖い本当。あー、この家いいな。別荘来ました。ここだ。さあ、で、まあ、場所どこなのかって言ったらですね、マップでこれ記され先ほど記されてたと思うんですが、この、南東ケイブというところわかりますでしょうか。はい、南東ケイブの上にねちょっとこう半島みたいなのがあるでしょ、うん、はい、マイホームの右上に、はい、あのな半島みたいなこの左のとこを見るとわかりますが、あれなんですね。あれかそう、あれか、左のところにほら、あそこに半島みたいなのあるでしょ。あれがこのマップの半島なんですね。はいはいはい、ええ、
なのでそこの海岸沿いをこうぐーっと行った先に、まあ、いわゆる、まあ、ケーブがあると。あの森の向こう側。そうなんですね。あの森のだいたい向こう側ぐらいが、まあ、まあ洞窟なんていうことですね。洞窟だと、うん、この森の上に雲がなんか3つあるでしょ。雲3つ、雲、はいはい、ねえ、この雲3つの真ん中らへんを目指していくという感じでしょうかね。ああ、 OK です。飛び方としては、はい、 OK ですか。 OK です。死なないようにね、飛んだら あまりキーボード触んない方がいいですね。そうですね、転落してるんで。よし、 OK。 さあダッシュやっていきましょうか。やりましょう、ダッシュジャンプゼロ。じゃあまず、じゃあ僕らいきましょうか。そうね、いきますよ、一人ずつね。私一番後ろがカメラで撮らないといけないから、はい、最後に言いますよ私は。3、2、1、ソラ。いった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 、うん、あーいいね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 。なんかすごい下に落ちてるけど、えそれやだ、ちょっとなんでなんで、ちょっとまずいけどね。落ちた。僕今んとこね、順調ですよこれ。走っ て、カンタさんも目印に。そうだね、私もね、そうだね、そうそう、カンタさん目印に行って、私もなんとか成功しております。これやっぱり助走してジャンプしないと勢いがつかないんでしょうね。ベルクラさんもすげえ下がってた、ね、あ、そうか、やっぱ助走か。助走だ、多分そうですね。ダッシュしてジャンプして、カンタさんがいる。さっきのシロさんよりはちょっと進んでる感じではありますかね。僕まだ飛んでますよ、うん、これ。私すごい下に落ちたからな。私はね、シロさんをちょっと目視しながら行こうかね。じゃあ走ってる私をですか。シロさんどこら辺にいるんでしょうかね。あ、今森走ってます、森を。あ、私も今到着しました森に。あ、カントさんが降りてきた。うん、もう降りた。あ、なるほど。一回森が越えられなかったんで。まあでも死ななくてよかったね。うん、そうですね。よかったよかった。死ななくてよかった。なんだかんだで死なずに降りられてたの初めてかもしれない。うん、そうだね。みんな無事だったね。もう合流できた。合流できた。これ。え？これ。白さんと2人合流できました。来ましたね。あれこれパラシュートってなんか。私ね。これ。ああ、いたいた、ベルクロさんいた。そっちじゃない、そっちじゃない。そっちじゃない。逆逆。どこ？違った、ベルクロさんじゃなくて恐竜やった。私は動物と一緒にしないでくれませんか。いや、なんか変な形してたから。あ、まあ、僕もさっき魚に見間違えられましたからね。変な形。いや、たもどこ行ったんだろう、まあ、まあ変な形ではありますけど、ね、どこ行ったんだろう。あれどこだろう。ここに松明を持ったいい女が立っておるんですが、僕も いたいた、合流できました、合流できました。え、うん、たね、合流できました。私が目印でしたでしょうか。いや、カンタさんでしたね。そっちか、そっちから来たか。OKOK、この辺カクカクしてますが、よしよし、行きましょう。よし、この先か。方角的にはね、この山、小山を越えた方でしょうね。あらら、あ、なんだ、何が起きてる。え、当たった。いて、流れ玉に当たった。ちょっと、この、エイマキが、やろう、来てたんだね。あ、いた。大丈夫、大丈夫。私も行きましょうか、それ。お願いします。大丈夫ですか。ここ恐竜がいすぎてカクカクしてるけども。すごいカクカク。え、やりますか。 OKOKOK。 あ、ナイスですね。 OKOK。 あ、よかったよかった。よし、小山を越えていきましょう。越えましょう。かっこやな、ほんと。うん、過酷ですねこれね。しかし冒険に過酷はつきものですからね。やっぱそれを乗り越えてこそのサバイバーですからね。そう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 。洞窟にはこれ何があるんでしょうか。鉄やらね、まあ、水晶やら、まあ、なんかそういった特殊なものがあるという噂ですね。水晶、うん、見たことないけど。海底洞窟 なのか普通の洞窟にあるのか、ちょっとどっちなのかちょっとわからないんですけども。それもまた楽しみですね、うん、そうね、何があるのか楽しみだと。ただね、めちゃめちゃモンスターが強いと強いということみたいですね。まあ、でもこっちには腕力特化のベルクラさんがいますからね。私がなんとか腕力で、優位性を示してね、脳筋プレイで切り開き、はい、私がボスなんだと言っていくと。僕は荷物を運ぶということです。私松明係ですから。
さあ、タイマス、このね、左が、あ、なんか、ラプトルがいますけども。ラプトル。あれ、襲ってるぞ。あ、戻れてますね。どうぞ。あ、あ、シロさんに、シロさんに一撃食らったけど、重い一撃がいったんじゃないかな。大丈夫かな、私はみんなに当たらないようにやらないとね、殺しかねないからね、ほんと。そうです、3分の1ぐらい削り取られました、ね、あと一撃で3分の1いきました。ちょっと私やめとこうか。あ、ちょっと肉でも食っときますわ。了解です。あ、こんなラプトル1匹ぐらいやれますよ、もう、うん、お腹空いてるけど。押した押した押した。ナイス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 。落ちてる。あれすごいな、ここに水が。あ、ちょっと水飲んだ。いやー、いいね。ありがたい。なんか旅先で出会うこういった人の優しさが、人はいないで。人の優しさ。その湧き水。うん、湧き水のね。水筒にも入れとこう。いいね。ここすごい階段作ってるな。はしごすごいよこれ。あれでショートカットできるんでしょうか。うん、これショートカットいけるんじゃない？これほら。使うべきですね、これね。これは使っていかないとね。これよう作ったな、こんなに。いやー、これすごいね。どれ登っていきましょう。おーおーおーおお。あ、誰かいる、誰かいる。登って、おーおーおー、誰この人。下にね、知らない人がいる。知らない人いますか。この家の人ですかね。ですかね。ハロー。3人揃ってこれ。いやー、これ便利だね。上まで来れましたよ。すごい。やっぱこういう文明大事ですね。大事だね、これね。危ねえ。危ないけどもね。いや、すごいすごい、ここ。ありがたい。楽だね、うん。めちゃくちゃ水道管伸びてますね。うん、ね、よくここまで伸ばしてきましたね。ああいうはしごは助かりますね。本当ですね。これで大幅ショートカットかな。うん、そうだね。だいぶ。これカットできたね。ここのビーチ沿いをね、行くと洞窟にね、お、なんだこの水。普通にあのメガロドンを飼っているぞ。やだ、すごい。あ、いいや、イケスだ。イケスだね、でかいイケスだね。いやー、すごいね、あれね。よう作ったな、これ。あ、いいな、作りたいな。やばいね。でも真ん中のすごい自己主張の激しい扉、なんか意味あるんですかね、あれ。何も意味ないよね、あれ。ただ立ってるだけだよね。すごいな。こっから降りていった方がいいですね。ちょっと降りますか。え、魚取った。魚ね、1回でね10個以上肉取れる時あるから。そんなに。ただ僕は3個しか取れなかったですけどね、うん、あ、ここね、ここにも肉いますけども。ここにもいますね。名前がもう肉になってますけど。名前肉になってますけど。あれここでね、すごい気候のパワーで浮いて寝てる人がいますね、ここに。あれ、気候のパワーでしょうね、これ。お、こちらですね。あーあーすごい浮いてますね。気候のパワーですね、これはね、おそらく。ちょっとね、これね、あの、うん、X でしゃがんで、ぜひともね。ああ、そうね。こうやってね。ああ、これこれ。こういう感じですね。こういう感じね。うん。観察させていただきましょう。これが気候のパワーですね。すごいな、これ。これ。あ、下を抜けていくというね。あ、貧乏だ。こっちにもいる。本当だね。いや、ここにも。え、ゴロゴロしてる、なんか一回。だめ。こういうの、まあ、これ。これをね。これね。おそらくね、肉に解体できないタイプの人ってここで普通にゲームを閉じた人たちなんだろうね。ああ、そうでしょうね、うん、これ。そういうことなんだろうね。これを連れていく。女性がここに。え。あ、日に焼けた。連れてきてる人いるんだけど。あ、私の友達連れてきてるね。連れてきてるね、これね。これね、男をモテ遊ぶ女だね、これ。そうよ、これ。ほら、モテけるから行こうよ。行こう行こう。ああ、この絵面。この絵面。ひどい絵面。みんな友達よ、みんな友達。みんな友達。うん、ああ。ちょっと感覚だな。テームしましたね、これ。これでもこの人たちびっくりするんじゃない？この辺かな。え？あ、近いですかね、これ。これ近いですね。ちょっとこれ持ってるとちょっと重いんでね。ちょっと下ろしていきます。下ろしましょう。バイバイ。ね、この辺ですね。
ちょっと地図、ただこれが本当の情報なのか、どこどこどこ、これほら、ありました、洞窟、嘘、来ちゃったこれ、あ、本当だ、ちょっとね、ベッドあるぞ、ここに、ここにね、我々のベッドも置いときましょうか、置いときましょう、あー来ましたね、我々のベッドはここに置けないと、なるほどちょっといいな、ファンデーションとか置かないとダメなんですね、いやこの白いタイプはちょっとダメだね、白さんだけに、ダメですこれ、ダメですかこれ、ダメか、ダメだね、まあまあ普通に中に入って冒険しましょうか、じゃあ、はい、そうですね、いや初の洞窟となりますけどもね、楽しみだなこれ、こっから一旦、まあ、次回にこう繰り越します動画的にはね、ああそうです、そうなりますよね、もう、そうなります、もう時間的にはね、めっちゃ時間かけてここまで来ましたからね、ええ、そうなんですではご視聴ありがとうございました、次回ここ洞窟攻めていきたいと思いますので頑張りましょう、はい、頑張りましょう、ありがとうございました、お疲れ様です、お疲れ様です、チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。